筋肉痛が本来より1日遅れできて年を取ったなと実感する、どうも千早です。マリオメーカー2やっていきたいと思います。みんなもそろそろ来るよこの感じこの感じ、みんなもそろそろ来るからね、覚悟しといて本当に覚悟もクソもないか。恋の三角関係ってコースやってほしいっていうコメントが来てて、これ面白そうだなということでやってみるんですが、あれちょっと声響いてねえか、大丈夫か、ちょっと不安になりますな。相変わらず段ボールがいっぱいあるんですが、響いてないと思うけどな。マリオが、ノコノコが好きなんですね。はい。マリオラブ、マリオはラブです。ノコノコ。ねえ。バウザー、クッパもノコノコが好きなんだそうです。なるほど。ってことは、声がたきですよね。マリオ対クッパだよね。あ、すごい。クッパ表現したのか。よく表現したな。素晴らしい。ちょっと遠目に 見たらね、ちゃんとクッパなっていますよ、これ。ゴー！土管があるらしい。入ってく。バトル。ノコノコをかけた決死のバトル。さあ、ノコノコに選ばれるのはどっちなんでしょうかね。こっち側に避けなきゃダメで、うまいこと壊れるようになってますね。オッケー。いいのかな？入っちゃいましょうかね。あ、なんかいいっぽいな。オフが切り替わるから、非常に厄介じゃないこれ。やばくね？早く、危な。耐久しろってことよね。ここで左抜けないとやばい。危な。OK。ここ、危な。危な。いいね、このギミック。超むずいね。次は何？耐久？耐久だね。え、でもこれ耐久むずくな、くねと思ったら、そっか。面白い角度で来るが、バブル1匹だったら多分問題ないっすわ、これ。イエーイ。あ、来たね。OK でーす。3面突破。ファイナルバトル。さあ、ノコノコ、ノコノコの心、ハートを射止めるのはマリオなのか、それともクッパなのか。グッドラック。これ、ピーチ姫じゃないとこが面白いよな。マリオとピーチ姫、ピーチ姫とクッパっていう構図だったら面白いけどさ、ノコノコっていうのがいいよね、姫が。なるほど。あ、もうガチンコ1対1なんだ。いいね。わかりやすくていいね。これファイヤーが2つしかないからな。本来だったら、このスキンのクッパはもう近づいちゃえば勝ちなんですけど、あの見ての通り、ちくわじゃねえ、あれなんだっけ、丸々があるから、近づけきれないから、ちょっと遠目から。確実にクッパのファイヤーをかわせるようにやってます。全部で何発当てりゃいいんだっけ。24発だっけ。18発だっけな。そうそうかな。え、結構しぶとくね。 OK。 1対1に勝っていく。でもさ、思ったんだけど、今ノコノコなんか若干マリオ寄りだったよね。マリオにさ、ファイヤープレゼントしてくれんのも、イエーイ。でも物語の展開が面白いよな。お、結ばれた。ノコノコとマリオ。おめでとう。浮気マリオじゃん。ピーチ姫好きじゃないんか。高評価チャレンジ、人気ランキング、とても難しい第2位のコース。パックンパラストかな？ごめん、わかんない。やっていきます。クリア率 1.5% ということで、そうですね。6回以内にクリアしたら高評価。2回以内にクリアしたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ん？いいの？そこ、ここ乗っちゃっていいのかな？ OK。 割と得意かも、こういうコース。はい、中身を右に出して、うわー、ん、今度は右行くのか。本当に謎だよな、こいつ動きが。 OK からの、踏んでいく、踏んでいく、持っていく、こうかな。よし、しっかりかわしいて、ほっ。これは右の壁に当たりながら落ちれば大丈夫。オッケー、あぶねえ。そうか、ここ乗んなきゃいけなかったんだよね。せいやからの、せいや、パンパンパーン。右に出たやつを踏みにく、あ、まずったかも、これこれまずいね。ふう、ギリギリしのいだ。今のでもいけるんだな。よかった。うお、あっぶねえ。今触れてなかった？ちょっと。
ちょっと食われませんでした、お尻、お尻あたり。まあいいや。え、中間か、まだあんのか。これで終わりだと思ったら、中身出して、パンパンパン。あ、いいね、この辺はすげえ簡単だ。いやらしいね、作りがね。怖っ。長いでいっちゃいます。パンパン、オフ切り替えます、ジャンプします、しゃがみじゃん、中身があるから出して、ファイヤー。あそこでファイヤー出せっていう指示が出てるな。うわ、むずっ。うわ、むずい、それ。うわいいコース。よし、オッケー、全部破壊して確実にいけるようにする。おお、ファイヤー使うの斬新だな、いいな。さて、なんかクッパジュニアいますね。ファイヤー持ってくれば楽勝的なね。で、ファイヤーなくなっちゃってもクッパジュニアのファイヤーでここいけるようになるっていうことですね。なるほどなるほど、斬新ないいコースだったな。ファイヤー使うのは面白いよな。新着コースからクロウカウンカカカナカナンカナンドラム、わからん。クロウはでもこれよな、それはわかるぜ。なんだっけ出てこない言葉がやばい、言葉出てこなかった。こいつなんつんだっけ、ブランコクレーンだっけ。ブランコクレーンのコースだよね、絶対落ちちゃいけないやつ。アウチ。けど、ああ、ファイヤーもらえると思ったらダメだった。滑っていく。なんなら踏んでいってもいいんだよな。足場。うわ、待って。あ、これ、記憶をいただきました、しっかり。これさあ、バネに当たるようになってない？大丈夫？多分ね、下のやつが当たるようになってると思うんだよね。それをジャンプでかわすんだけど、ジャンプでかわすと、上のバネに当たるっていう仕組みになってると思ったら違った。ま、結果俺。ドア入ると？なるほど。さあ、ちょっと待ってよ。そのミスはなかなか面白いな。びっくりした。俺が一番びっくりした。ちょっと買ってるやつ倒したらいい。ああ、アスファルトだな。さあ、ゴール見えますが、まだ続きますよといったところ。ファイヤーか。これ落ちてきますけど。おっと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 、耐久？あ、なんかいつも一回生きるようになってるじゃん。ファイヤーなくなっていく。まあ、いつもね、物がなくなるのはデフォルトですから。すぐなくすから、俺。オッケー。うわあ、うわあ、で、こう。あれ？ん？違うな。オフ切り替えてなんか変わらん？うわあ、うわあ、いけた、怖すぎ。はい。次はこっち行くのかな？一個かぶりまして、オフ切り替えて、キラーが出てくるんで、それを踏みながら、いやー、こうでいいのかな。じゃあ食らいながら行く。でもって、おいしょからの P 踏んで、なんとかのトゲメットかぶっていけねえかなって思ってんだけど、あ、ダメだった。キラー踏んで耐えようと思ったんだけどダメだった。お、ゴール。そうか、ゴールだったのか。お、99匹戻ったな。